未知のもの。田舎に住んでいた子供の頃、地元から一つ向こうの山で遊んでいるうちに迷った。泣きたい気持ちを抑えながら闇雲に歩いていると人の声がする。安心してそっちに行ってみると変なものがいた。ガリガリに痩せた3メートルぐらいあるやたらでかい人間が、ナメクジみたいな体に人間の顔が埋まったような生物たちを鎖につないで歩いていた。奴はすぐにこっちに気づき近づいてきた。もうガクガク震えていると腰をぬっと落とし顔を近づけ、このこと一切他言無用と言った。目が異様に小さかったのを覚えている。道に迷ったのと何とか口にすると、やつはしばらく考えた後、ここをこう行けと教えてくれた。その時後ろのナメクジ人間がみんな口々に叫んだ。助けてください、君人間だろ、助けて、こんなの嫌。みんな泣いているようだった。当然俺にはどうしようもなく半泣きで固まっていると、やつはまた鎖をぐっと持ち上げ、彼らを引っ張りながら森の奥へ消えていった。助けを請う声はずっとしていた。そしてやつの背中が見えなくなった後、俺は変な声で叫びながらも教えてもらった道を無我夢中で走った。あれだけ迷ったのに簡単に家に着いたんだから悪いやつではなかったような気もするが、あれがもののけだったのは間違いないとしても、あのナメクジ人間が何だったのかよくわからないままだ。未知のもの。川を流れるもの。現在の家に引っ越してくる前はものすごい田舎の町に住んでいた。周りは山に囲まれていて、大きな川もいくつもあり、ほとんど外界の人が来ることはなかった。ある日、学校から帰宅すると、ちょうど父親が出かけるところだった。長靴にカッパズボンと明らかに普通の格好ではなかったし、ものすごく険しい表情をしていた。そんな父がなぜ出かけるのか気になり、長靴を履こうとしている父に、どうしたん?と聞いた。すると父は、ヒロちゃんが川で遊んでいて行方不明になった。険しい顔で言った。ヒロちゃんというのは近所の3歳ぐらいの子供だ。家のすぐ近くに川があり、母親と一緒に水遊びをしていたらしい。母親が家の電話に気づき、川から上がって待っていなさいと言って家に戻っていったらしい。そして戻った時にはすでにヒロちゃんの姿はなかったということだ。川は岸側の方は基本的に緩やかだが、真ん中はかなり流れが強い。流されて下流の方に行った可能性があるため、捜索隊として行くとのことだった。それだけ言うと父は、行ってくると言って行ってしまった。自分もヒロちゃんのことはよく知っていたし、ここから川まで歩いて2分程度の距離ということもあり、手伝いに行こうと思い長靴を履き川へ向かった。川についてみると、すでに何人もの大人が川に入り探していた。砂利のところで母親が座り込んで泣いているのが見えた。とりあえず川に降り、父を見つけて一緒に探すことにした。確かに浅いところは流れが緩いが、真ん中の方に行くとさすがに高校2年生の自分でも足を取られそうになる。これはもう助からないんじゃないか。考えてしまうほどだった。そんな中でもしばらく探し続け、空も薄い灰色になり、日も沈みかけたその時、おい、
なんか流れてこんか？と、一人の男が言った。自分も目を凝らしてみると、確かに何か黒いものが上流からこちらに向かって流れてくる。なんだろうと思って見ていたが、近くに来るにつれて、それがなんだかわかり、背筋が凍りついた。仏壇が流れている。どんどんこちらの方に流れてくるが、見れば見るほど不気味で、少し小さくボロボロになっている。タイミングがタイミングだけに全員動けなくなってしまった。数秒の沈黙の後、おもむろに村長だった人が口を開いた。ヒロちゃん、向こうに連れて行かれちゃったのかもしれんね。その言葉を聞いた私はさらに気味が悪くなってしまった。ヒロちゃんの遺体は3日後にもっと下流の方で発見されたのだが、腐敗がとてもひどかったらしい。それにしても気になるのはあの仏壇のことだ。後日上流の方に行ってみたが、そこは民家一つなく、ほとんど人が立ち入れないような険しい崖になっていたらしい。その日も誰かがそこへ行ったという話は全く聞かないし、それじゃあ一体誰が、ということになるが、それはわからない。川を流れるもの。雪を踏む足音。初雪の山は登ってはいけない。そういう話を仲間内でよく聞いていたが、単に滑りやすくなるからだろうと軽く捉えていた知り合いは、命の危険にさらされた。彼は登山歴3年ぐらいの経験の少ない海女だった。しかし、勝ち気な性格で人に頼ったりすることが嫌いだ。何でも一人でするタイプで、その時も一人で雪山を登っていたのだが、初雪が降り始めていた。積もったのはほんの数センチだったので、彼は当初の計画通り登り続けた。雪のせいで登山道が分かりづらくなった彼は、慎重に登り始めたのだが、だんだん不安になり始めた。道を探しながら歩いていると、足跡があることに気づいた。彼は喜んで胸をなで下ろした。この道で間違いないんだ。また調子を取り戻して歩き始めた。だがその足跡に気になる点があった。靴の足跡ではない気がする。少なくとも登山ブーツではない。明らかに細すぎるし小さい。しかしそのまま足跡を頼りに登り始めた。あたりの景色が少し違うなと3年の経験で感づき始めた。登山道というよりも獣道に近く、岩もゴロゴロしているし、雑木林も増えて歩きづらくなってきた。彼はその足跡の不気味さも気にかかっていたので引き返すことにした。あたりもかなり暗くなってきて彼は焦り始めた。急いで自分の足跡を頼りに下山していると異変に気づき始めた。あの細い足跡が増えている。登っている時は自分一人だけの足跡だったが、今は数人分ある。少なくとも今は3人分の足跡が見える。しかもよく観察してみると裸足の足跡のように見えた。それに気づいた彼は背筋がゾクゾクしてきて恐怖に襲われた。自分のことを裸足の何かが後をつけてきていた。しかも登山道ではない。その時彼は知り合いのベテラン登山家の言葉を思い出していた。初雪の日は登山してはいけないよ。見えてはいけないものが見えちまう。普段は見えないものだが、雪のおかげで見えることがあるんだ。それは命取りになるから。彼はパニックになりつつあった。辺りはさらに暗くなり始め、得体の知れない裸足の足跡。自分は確実に迷っている。彼は足早に足跡を頼りに下山を始めた。
しかし、いくら歩いても登山道には戻れなかった。もう完全に日は落ち、足跡も見分けがつかなくなった。遭難。頭にその言葉が浮かんだが、今日中の下山を諦め、野宿すると決断した。野宿の準備をしていなかったので、装備の中で使えそうなものは、アルミ箔のような保温カバーとマッチくらいしかなかった。彼は風がしのげる大きな岩の下で野宿をすることにした。かなり冷えるが、雪の降った後で穏やかな夜だったから、凍死の心配はなさそうだ。しかし、念のため眠らないことにした。落ち着いたところで足跡のことがふと頭に浮かんできた。あの足跡は誰のものだろうか。鹿やウサギ、イノシシだろう、きっと。彼は自分の気をごまかすように小動物の足跡だと解釈するようにしていた。そして眠らないように頑張っていた彼はついうとうとして眠ってしまった。彼は物音で目が覚めた。それは何かが雪の上を歩く音だった。ザク、ザク、ザク。その音は岩の後ろから聞こえてきた。勝ち気な彼は小動物だと思い追い払おうと大声を出した。こら！となると足音は遠くへ逃げていった。やっぱりイノシシか。数十分後、また足音が遠くから聞こえてきた。ザク、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 ザク。今度の足音は違った。一人の足音じゃない。仲間を連れてきたんだ。さすがの彼も恐怖を感じた。こら！もう一度思い切り怒鳴った。足音止まったが、少しするとまた進み始めた。こちらへ向かってきている。もうここまで来ると奴らが人間だと思わずにいられなくなった。数人の人間がこちらへ向かってきている。彼は今までにないほどの恐怖に襲われた。体育座りをして目をつぶって祈り始めた。特に宗教には入っていなかったが、子供の頃に祖父や祖母が念仏を唱えていたのをわずかに思い出しながら、顔を保温カバーに入れて外を見ないようにしながら、ひたすらめちゃくちゃな念仏を唱えた。足音はまだ聞こえてくる。どんどん近くなってきている。ザク、ザク、ザク、ザク。夜中までその足音は続き、まるで彼の周りをぐるぐる回っているかのようだった。彼は一睡もできず、半狂乱で念仏を唱えていた。やがて朝が近くなり、徐々に明るくなってきたのが分かった。足音は次第に遠くになってきていた。彼は安堵した。日が昇ったのが分かった。足音も完全に聞こえなくなり、彼は恐る恐る保温カバーから顔を出して辺りを見渡すと、愕然とした。周りには何十もの足跡が残っていた。しかも、裸足の足跡が。彼は疲労困憊でその足跡を眺めていた。あまりの恐怖に何も考えられなかったが、荷造りをして下山を始めた。30分も歩くと、その足跡は途中で消えた。少し歩くと登山道の標識が見え、無事に下山した。心身ともに衰弱しきった彼は、これを最後に登山をやめた。雪を踏む足音。見えない顔。一人山道を下っていた時のこと。緩やかなカーブを曲がった先に奇妙な人影があったのだという。汚れた白いワンピースに腰まである長い黒髪からすると女性のように見えた。髪を眼前に垂らしてうつむいており、表情などは見えなかった。近づくにつれ、おかしな点に気がついた。彼女は靴を履いておらず、傷だらけの素足だったのだ。
声をかけようと横に並んだちょうどその時、彼女が顔を上げて彼を見た。彼女の白い顔はのっぺらぼうで、どこにも穴が開いていなかった。彼が腰を抜かすほど驚いていると、彼女はおもむろに指を顔に突き立てた。指を突っ込んだところに大きな穴が開き、かりとした目と口ができた。もうそれ以上我慢ができず彼は走って逃げ出した。すると後ろから地面を蹴立てて走る音がついてくる。荷物を放り出して力の続く限り走ったのだという。追いかけてくる足音は麓近くまで続いた。後日彼は仲間数人に頼み込んで一緒にその山道を登ってもらった。彼女は現れず、彼の荷物は投げ出された位置にそのまま転がっていたそうだ。見えない顔。山で女性の悲鳴が聞こえた。知り合いの話。彼のおじいさんが連れと一緒に山で猟をしていた時のことだ。いきなり遠くから、助けて。と、甲高い女性の悲鳴が聞こえた。慌てて答えようとするおじいさんを制した連れは、ひどく緊張した顔をした。強引におじいさんを連れて、すぐさま走って山を降り始めたそうだ。背後からは引き続いて、助けて。という声が繰り返し聞こえてきた。助けを求める人を見捨てるのかと、おじいさんはしばらく葛藤したというが、山を降りるうちに奇妙なことに気がついた。助けてという叫びが、だんだん大きくはっきりと聞こえるようになっていたのだ。助けて。自分たちが走る以上の速さで、叫び声の主は自分たちに近づいてきている。助けて。二人は必死に足元の悪い山道を走ったのだそうだ。唐突に開けた場所に出た。誰が安置したのか、そこにはお地蔵様が何個も並ぶ小さい祠があった。どうやら連れの漁師は、最初からここを目指して走っていたらしい。彼らが足を止め、一息入れた途端、背後の茂みから奇妙に間延びした声が聞こえた。助けて。思わず銃を握りしめる二人の耳は、何かが遠ざかっていく音を捉えていた。それ以降、助けて、という叫びは聞こえなくなった。連れがぽつりと言う。あれは鬼だ。この山に伝わる昔話で、助けに来た人を襲って喰らう鬼の話があったんだ。声が聞こえてきた途端、これが熱くなったんで危ないと分かったんだ。そう言って連れが出したお守りは、かすかに焦げてくすぶっていたという。無事に山を降りられるように、その祠に祈った。言い伝えによると、そこはその山の鬼を鎮めるために建てられたのだという。そのおかげか、それ以上の開示には合わず下山できた。二人ともしばらくはその山に近寄らなかったということだ。彼の息子が町に出て定職に就くと言ったとき、全く反対しなかったのも、この経験のためだったらしい。あんなのに捕まったら、シャレにならないからな。そう言っておじいさんはタバコをふかしたのだそうだ。山で女性の悲鳴が聞こえた。山西さん。
4年前、先輩が彼女と彼女の知り合いの男女と計4人でデートすることがあった。で、帰りに飯食ってたら、知り合いの女の子が、山西さんを見に行きたいって言い出したんだって。あ、その先輩とその男女ってのは面識がなくて、その日が初対面だった。先輩の彼女が、男女の男の方と同じ中学だったとかの中で、男の方はおとなしい感じだったらしい。もう夜も遅いし、先輩も彼女もヘロヘロだったから帰りたかったし、その女の子が勘違い爆発なやつで、途中から先輩もキレ気味だったんだけど、その女の子が結構可愛くて、もう一人の男の方がヘラヘラ機嫌取ってるような感じだったんで、なんだかなぁと思ったんだけど、まあこの場はこいつの顔を立ててやっとくか、みたいなノリで行くことにしたんだって。そのご機嫌取り君と勘違い女って、当時は珍しくネットの掲示板か何かで知り合ったらしかったのね。まあ要するにちょっとインドアな感じのカップルだったってことだ。その頃地元でちょっと有名になった話で、ラブホ山の裏の廃屋に山西さんがいて、こちらから山西さん山西さんって呼ぶと、モースモースとかなんかいう声で答えるらしい。その女はその話をどっかから聞いてきたらしく、車あんなら行きましょうよって言ったそうな。街中から車でちょっと行ったところにラブホがバンバン立ってる山があって、その裏の方にお屋敷通りがあるんだけど、そこは基本的に表から車でぐるっと上がって降りていかないと、そっちに行けないような風になってるから、確かに裏から歩いて上がるしかない。まあ車があればこれ幸いというのはわかるんだけど、なんかとことんまでズーズーしいやつだなぁと先輩も思ったらしい。で、なんだかんだ行くことになった。まあ帰りに適当なこと言ってホテル行くかって彼女を誘おうと先輩は思ってたんだろうけど。先輩の彼女は相当嫌がってたんだけど、なんとか言いくるめた。女は相当はしゃいでいたらしい。誰もお前の話なんて聞きたくないっちゅうのに、自分の知ってる怪談話をペラペラ喋り出したりした。まあ、後になって考えると、おかしい状態に入ってたのかもしれん、と先輩は言っていた。結局、夜中だし、車で乗りつけるわけにもいかないので、山頂から少し下った駐車場に車を止めて、女が襲ったっていう廃屋の場所まで歩いていった。その廃屋っていうのが、元家族の家だったのをバブルの時に全部潰して、二軒並びに家を建てたんだけど、持ち主が借金か何かでいなくなったんで、放置されている家らしい。一軒は貸し屋にするつもりだったらしいけど、それもそのまま。屠殺場とか精肉工場とか、外から見えないようにやたら高い生垣になってるっしょ。あれに近いような感じの屋敷が噂通りちゃんと二軒並んで建っている。女は誰に聞いていたのかどんどん歩いていって、一方の屋敷に入っていく。先輩と彼女もだんだんまずかったかなという気持ちになってきて、先輩は一応年上だし止めとこうかなと思ったんだけど、女がどんどん歩いていくので仕方なかったらしい。女はやたら髪が長かったんだけど、もうそれが肩につかないくらいの早足だったそうだ。表は草ぼうぼうなんだけど、屋敷そのものは案外綺麗で、建物は暗かったけど、街灯は結構明るかったらしい。なんだか思ったほど凶悪な雰囲気でもなかったし、門扉も開いていたので、そのまま中に入っていった。後ろからご機嫌取り男が黙って歩いてきているので、先輩が、君、大丈夫？って聞くと、すいません、僕がこの話教えたんですよ。って、ものすごくすまなそうにしている。ああ、別に暇だし気にせんでね。山西さんの話なら結構知ってるし。って先輩が言うと、男がブルブル震え出して、すいません、すいません、すいません。って、なんでかやたら謝るんだそうだ。そしたら、玄関先にいた女が、いきなり庭の方にダーって走り回り込んでいって、縁側のサッシを開けると、そっから顔だけ屋敷の中に差し入れて、大根田祭り、もうすもうす。って、でっかい声でわめき始めたらしいんです。声が聞こえたんで、先輩が血相を変えて走って行って、女に追いついたとき、
女は縁側から靴脱いで屋敷に上がろうとしていたらしい。こう、足を四の字にして右足のスニーカーを左手で脱がすために掴んで、もう上がる寸前だったらしいんです。スニーカーの裏が妙に白かったんでよく覚えているらしい。これはやばいって思って、慌てて男と二人がかりで引き止めて押さえたんだけど、結構強い力で抵抗してきたみたい。放っておくと何回も、もうす、もうすって言うので、彼女にハンカチ借りて自分のと合わせて女の口の中に押し込んで、両脇から抱えて連れて帰ったそうな。その後は特に事件も起きず、なんとか車のところまでたどり着けたそうだ。女はバタバタしっぱなしだったが、車に入ると落ち着いた。反対側で抱えてる男もボロボロ泣きながら、もうすって言ってたのが、なんか気味悪かったらしい。それからすぐ解散するのは気味が悪いので、4人で同じラブホに入ったそうですが、もちろん何にもできなかったそうです。男と女は朝が来ても放心状態のまま。その後、その男と女は別れたということらしい。やっぱり女はちょっとおかしくなったみたいで、半年大学を休学したそうな。結構地元では通りのいい大学の理系の学部に入っていたんだけど、そのまま退学して芸術系の専門学校に入り直したそうだ。先輩の彼女が会った時には髪はグリグリに短くしていたらしい。ちょっとお茶を飲んだらしいんだが、やたら後ろ髪を気にして喋りながら自分の手で引っ張ってたのが怖かったとか。その会ったっていうのも、これ見に行った翌年だったらしいから、それからどうなったのかは先輩も知らないそうで、男の方とはあれから一切会っていないそうだ。この話を聞いたのは先輩が部活の合宿に差し入れに来た時で、3個上で直接面識もなかったし、うさんくさい人だったし、この人担いでるんやろうと思ってたけど、免許取った後、実際友達と行ってみたら、それっぽい家は確かにあった。気味悪かったんだけど、友達がバカだから、ダーって走って入って、玄関のベル押して戻ってきた。っていうか、この話のどこが山西さんなのか意味不明。やっぱ違う話なのかも。あ、先輩と彼女はピンピンしてます。ピンポンダッシュしてきた友達は、この間バイクで事故を起こしたけど、特に怪我はなし。まあ、影響されにくい人とそうじゃない人がいるってことだ。ああ、言い忘れたけど、現地から山の方角には神社が建ってるんだ。車でくぐれるような石の大きな鳥居があって、夜とかあんまり見たくないんだけど。で、なんかその神社もかなり不気味なんだ。裏から、つまり屋敷のある方向から入っていくと、巫女さん、宮司さんとかがいる控えの建物のそばに、周囲を縄で囲んだような木製の小さい建物があるんだ。いっぺん彼女と別の機会にその神社行った時に気づいたんだけど、その縄だけおみくじが全然結んでないんだよね。周囲の笹とかには結構いっぱいついてるし、その縄も縄っていうか紐みたいな太さでさ、いかにもここに結んでと言わんばかりなんだけど、一つも結んでない。周りをうろうろしてると、年寄りの宮司さんが控えの建物の窓の向こうからじーっとこっちを見てて、思い出したらあっちの方が怖かった。山西さん。山中で野営。友人の話。サークル活動に参加して山中で野営していた時のこと。先輩から、その山には手癖の悪い動物が出るので気をつけろと言われていた。みんなで注意していると、夜中に外のザックを引っかき回す音がした。空来たと思ってテントの外に飛び出したのだが、ケムクジャラの黒い手が2本ザックの中をごそごそと漁っていた。その手は10メートル以上向こうの雑木林の中から伸びてきていたのだという。皆テントの中に逃げ帰ったそうだ。山中で野営。
山中で妙なものを見た。知り合いの話。彼の祖父は棚田で米を作っていたのだが、山中で妙なものを見たらしい。田植えの終わった日、あぜに座って一休みしていたとき、背後の藪からピーピーと何やら小動物が鳴くような声が聞こえた。はて狐でも怪我をしているのかな。そう思って藪をかき分けると、全く奇妙なものが目に入った。短い毛が全身に生えた、一見何かの堆積物のようなもの。思わず毛の生えたクラゲを連想したのだそうだ。なんだこりゃ、生き物か。手近な枝を拾って持ち上げてみる。濡れた雑巾を持ち上げるかのような感触がしたのだという。ひっくり返すと顔が出た。赤いニホンザルの顔だった。その時急に理解した。理由はわからないが、この猿は骨がなくなっている。なぜ生きながらえているのか不思議だった。全身がぐんにゃりとした猿は、またピーピーと哀れっぽく鳴いた。骨がないので身動きすることができないようだ。殺すのも忍びないので、そこに置き去りにしたという。家に帰ってから父に知らせると、こう注意を受けた。骨抜きにやられたな。しばらくはお前も気をつけろよ。言われるまでもなく、彼は藪には絶対に近寄らないことにした。猿のかすれた鳴き声は、それから数日間聞こえていたという。山中で妙なものを見た。菓子パンの昼食をとっていた。後輩の話。秋口に単独で入山していた時のこと。一泊程度の簡単なルートを予定しており、食料も簡単なものを用意していた。初日の昼に菓子パンの昼食をとっていると、後ろから声がかけられた。見るといつの間に現れたのか、長い黒髪の女性が立っている。赤いロングコート、そしてスカートにブーツと、おおよそ山にふさわしくない格好をしていた。菓子パンを持ってポカンとしている彼に、彼女はこう言ってきた。ね、賭けをしない？詳しく聞いてみると、彼が今手にしている菓子パンを一口で食べられるかどうか賭けをしないかと、その女性は提案していたのだった。何を賭けるんですかと聞くと、手持ちの食料全部、と言ってきた。思わずじっと自分の持っているパンを見る。通常よりかなり大きい、お得用のメロンパンだ。彼女の整った小さな顔と何度も見比べる。いくらなんでも一口じゃ無理ですよ。と相手にしないでいると、いきなりパンがひったくられた。何をする？と怒りかけた目前で、女性の清楚そうな顔が歪む。次の瞬間、口が顔の下半分いっぱいに広がり、彼女はパンを一口で飲み込んでしまった。ビニール袋ごと。ごくりという音を彼はぼんやりと聞いた。白い手が差し出され、勝ったわよ、という言葉が続く。急に怖くなり、ザックから引っ張り出した食料をすべてその選手に押し付ける。にんまり笑う女性に別れを告げ、一目散にその場を後にする。差し出した食べ物が食い尽くされる前に、とにかく彼女の目の届かない場所へ逃げ出したかったのだという。結局、予定を切り上げてその日のうちに下山したそうだ。
菓子パンの昼食をとっていた。おとり。俺が自衛隊にいた頃の話。ちなみに空担当。年末の演習で警備要員に選ばれて塹壕に入っていた時のこと。昼間に想定で防衛出動をかかって64式小銃持って山の中の塹壕に入った。塹壕にはその時3人いた。俺一士と A 士長と B 二曹。仮想敵は基地の外側の柵より中には侵入してこないって超ぬるい設定だったんだが、夕方に探り入れてきてから何もなかったから深夜来るだろうって話だった。つっても一番端っこの塹壕だったし、俺と A 市長でなんとなく前方を警戒して、B 二層は PSP やってた。で、夜中2時頃、案の定仮想敵が重要施設に対して攻撃開始。遠くでドンパチやってるし、無線からは結構逼迫した状況が伝えられていたんだが、俺は遠くの激しい銃撃戦を見て、やべえとか、すげえとか思ってたんだが、A 市長と B 二曹は町の飲み屋の女の話をし始めた。そんな状況でついうっかりしてて、10時の方向30メートル先の外柵越しにいる人間に気づかなかった。まずいと思って盛り上がっている二人に報告すると、さすがに銃構えて警告を始めた。自衛隊について詳しい人ならわかると思うが、誰か、3回聞いて応答なければ射撃する。もちろん反応なかったので B2 層がトリガーハッピーを始めた。空砲だから撃ちまくれとかなんとか言っていた。戦争は地獄だと A2 長が突然待ってくださいと叫び B2 層を止めた。俺も興奮してて気づかなかったんだが、その人間全然動かん。しかも、空自の緑の作業服じゃなくて、なんか白いワイシャツみたいのを着ているように見えた。あんまり動かないので3人でしばらく観察していた。制服着た方面隊の観察官だろう、と B2 曹がずっと言っていたが、真冬の夜中に外でワイシャツだけはないし、いくら観察官だからといって、山の中で制服はないだろうと。結局それ以上トリガーハッピーできなかった B2 層は少し不機嫌になっていた。俺は一応無線を担当していたので本部に聞いてみるが、監察官は今お前らの地区にはいないという。と、真横から突然銃撃音。本物の仮想敵が側面から来た。なんだよあれはおとりか、汚ねえなぁと言いながらそっちに対応した。他の塹壕とも連携して、この仮想敵は何とか撃退。全員さっきの謎の人間がいた方向を確認したが何ともなかった。というかこの時は全員、仮想敵が卑怯な方法でおとりを出したのかと思っていた。で、しばらく経った4時頃、A 市長が、ああ、また出たよ、と言い出した。確認してみると確かにさっきと同じ場所に奴がいる。しめしめ仮想敵の正体もバカだなぁと本部に状況報告し、射撃の許可が出たので今度は3人で撃った。と、また A 市長がちょっと待ってと射撃を止めた。今度は何だと思って聞いてみると、あいつ目が光っているとか言い出す。目を凝らしてみると確かに微妙に顔あたりに光が2つ並んでいる。動かんし、目は光ってるし、気味が悪くなってきた俺らはとりあえず観察。本部から戦火について聞かれたので、不明者逃亡と返信した。そもそも、奴がいる地点は隣の塹壕からも確認できるはずだったが、誰も報告していない。どうやら、まずいものを見てるんじゃないかと3人は思い始めた。しかし、
動物の可能性も捨てきれない以上、本部に変な報告はできないし、とりあえず無視をしようということになった。それを3人で決めて、再び塹壕の前方を向いた直後、A 市長が、え?と叫んだ。あまりの驚きように B2 層も腰を上げ前を見た。目の前の外柵に目を光らせたワイシャツとスラックスの男が突っ立っていた。てかそこで気づいた。こいつ、目だけじゃなくて体全体光ってやがる。だから冬の夜中で遠くにいてもワイシャツと気がついたのか、と。なんか口もパクパクしていて、A 市長と B2 層は固まっているし、俺も銃向けるとかそれどころじゃなかった。小銃持った三人の兵隊が、一匹の化け物相手に固まってるって今考えりゃ笑えるけど。そのうちそいつは森の奥へ消えていった。しかも、水平移動で。全員が我に帰った頃、ようやく空が青みがかってきた。A 市長と B2 層が、やべえなこれ、とか言い始めたとき、耳元でっていうか頭の中で声が響いた。撃てよ。我に帰った直後だったが、再び全員が固まった。どうやら二人にも聞こえたらしい。その後はガタガタ言いながら朝の演習終了まで二人寄り添っていました。その後内務班で幽霊騒動が起きたり、急用の倉庫を男の頭がさまよったり、いろいろあったんですが退職したんでそれ以上は不明。おとり。つぶやく猿。知り合いの話。一人で山に登った帰り道でのこと。いつの間にかブツブツとつぶやく声が後ろの茂みから聞こえてきた。身を固くして振り返ると、茂みの切れ目から一匹猿に似たものが姿を現した。大きさや姿形は猿そのものだが、その顔は壮年の男そのものだった。まるで人間のように背中を伸ばして歩いていたのだという。驚愕している彼の耳にそれのつぶやきが聞こえてきた。大輔、マサル、マサユキ、ケンジ、アキラ。猿は男性の名前を次々につぶやいていた。うち一つが彼の父親の名前だった。ピクリと反応すると猿はつぶやくのをやめ、嫌な笑いを浮かべて近寄ろうとした。違う、それは父の名前だ。思わず力いっぱいに否定した彼を猿はすごい目つきで睨みつけた。しばし睨み合った後、猿はぷいっと茂みの中へ戻っていった。彼はふもとまで後ろも振り返らずに駆け降りたのだそうだ。もしもその時彼の名前が当てられていたら、何が起こっていたのだろうか。つぶやく猿。ある高原での撮影。知り合いの話。彼は写真を趣味にしていて、何度かコンクールで賞も取っている。春先にある高原で撮影していた時のことだ。花一面の高原を見ていると、どうしても人の姿が欲しくなった。たまたま居合わせたカップルに、花をバックにしてモデルを頼んだのだという。若い二人の笑顔に、自分でもいい写真が撮れたという自信があった。写真の送付先を聞いて別れたそうだ。
家に帰り写真を現像した彼は言葉をなくした。二人の写真には一枚残らず、そこにあるはずのないものが写っていた。二人の背後に大きな黒い鳥居が浮かび上がっていた。写真は失敗作ということにして二人に謝ろうとしたが、教えてもらった連絡先の電話は不通になっており、出した手紙も送り先不明で帰ってきたという。彼は今でも二人のことを心配している。ある高原での撮影。埋めたはずなのに。ラジオで聞いたカメラマンの方が体験した話。ある雪山へ助手と撮影に行った。雑誌の仕事だった。撮影何日か目に助手が怪我をした。まだ予定枚数が取れていないので、雪山を降りることはできず撮影続行。助手の怪我は悪化し、数日後に助手は死亡。それでも仕事を終えていなかったので、山を降りることはできなかった。仕方なく、泊まっていた山小屋のそばに助手を埋め、一人で撮影を続けた。朝、カメラマンが目を覚ますと、なぜか助手の死体が横にある。埋めたはずなのにな、と、また助手の死体を埋めて撮影へ。これが何日も続くので、さすがにおかしいと思い始めた。それで最終日、自分の寝姿が映る位置に連続写真が撮れるカメラを設置して寝た。次の朝、やはり助手の死体は自分の横にあった。下山して会社に戻ったカメラマンは、昨夜山小屋に設置したカメラのフィルムを自分で現像した。そこに映っていたのは、起き上がり、寝袋から出て、山小屋から出て、助手を担ぎ、自分の横に置く自分の姿だった。埋めたはずなのに。夜の山は人を飲み込む。10代最後の思い出に、心霊スポットとして有名なトンネルがある山に行った時の話。俺と友人3人は金も車もなかったので、バスを乗り継いで現地に向かい、夜に歩いて帰宅するという今考えたらアホすぎる計画を立てて出発した。当時は心霊スポットで肝試しと深夜ウォーキングの旅で二重に美味しいなんて軽い気持ちだったと思う。車に弱い友人 A がバス酔いしてしまったため、予定以上に街に滞在してしまった。夕日が急速に沈んでいくのを尻目に、急ぎ足で街から山に向かう道をかけていた俺たちの前に、山での仕事帰り風のおっさんが現れた。挨拶されたので返すと、ちょっと立ち話することになった。おっさんは、日が沈んでからの山は危ないとしきりに俺たちを止めたが、サバイバルを求めるお年頃の俺たちには馬の耳に念仏だった。結局、あまり深く山に入らないことを約束させられて別れたが、おっさんの夜の山は人を飲み込むという言葉と、別れ際の道に迷ったとしても絶対獣道には入っちゃならねえ。戻るも進むも綺麗な山道だけにせれ。という助言が少し気になったが、まあ特別不思議なセリフではないので受け流した。そんなこんなで山道に入った時点ではもう真っ暗闇。おぼろげな月の光と懐中電灯だけが頼りという状況。
さすがに夜の山はそれなりの雰囲気があり、気が狂いそうな静寂と、時々何かが立てる物音で緊張感が高まっていく。暗闇の中、目的地へと進むのは至極困難だ。早くも道に迷いかけた俺たちだったが、そこはドント通り。こういうことを予測して、詳細な地図を持参していたので、地図担当の B に地図を出してもらった。地図に沿って、なんとかトンネルまでたどり着き、トンネル内を散策。特に怪奇現象などには見舞われなかったが、トンネルの壁を掘って作られた地蔵にはちょっとビビった。壁そのものを掘って作られた地蔵など見たことがなかったし、何よりその地蔵の造形も少しおかしかった。地蔵の基本的行動などというものは知らないが、地蔵というのは大抵顔も体も丸っこいじゃないか。そのトンネル地蔵は丸みがないわけではないのだけど、頭がやたら長く、体に対して頭部分が大きい。その上、吊り目気味で微笑している表情なものだから、なんだか狐のように見えて変な感じがした。少しおじけづく面々だったが、貧弱体質なのにお調子者で気の強い A が、この地蔵、俺にそっくりじゃね？誰に断って建てたか知らんが、モデル代くれ。と、意味不明発言。まあ確かに狐顔の A に似てないこともなかったが、ちょいなるが芸風の A のおかげでだいぶ緊張がほぐれた俺たち。地蔵以外にめぼしいものがなかったので、食いしん坊の C が隠し持っていた唐揚げを強奪し、弾みで落ちてしまったので地蔵にお供えした。トンネルを後にした俺たちは、トンネル内で撮った写真に何か写っているかなという話題をしながら山を下り始めた。来た道を戻るだけなのでサクサク進んでいったが、不思議なことにずっと同じ道を回っているような感触。最初は気にせず進んでいたが、どう考えてもすでに山を降りることができているぐらいの時間が経過し、道に迷ったと悟った。特に迷うような分岐はなかったはずだが、間違った可能性があるので再度トンネルを目指して戻ることに。かなり長い時間足を進めたが、トンネルにすらたどり着けなかった。一体俺たちはどこにいるんだ？とパニクり始めた時、地図を眺めていた B が突然悲鳴を上げて転倒した。どうした？と B に光を当てる。何かが降ってきた。なんだなんだと辺りを見回すと、一匹の猿が飛び回っているではないか。野生の猿なんて見たことなかったし、そもそもこの山に猿がいることも知らなかった俺たちは、驚愕したものの少しだけほっとした。なんだよ、猿かよ、驚かせやがって。あ、またもやなんだなんだと俺たちはどよめく。そして異変にいち早く気づいた A が叫んだ。B のバカが猿に地図取られてる。猿を照らすと確かに猿が地図を持って跳ね回っている。A と B が地図を取り返そうと飛びかかるも、猿は颯爽と林の中に消えてしまった。困り果てた俺たちだったが、あまりにも素早く猿が逃げ去ったので、猿を追うこともままならず、とりあえず山道を下ることにした。当然、分岐が来ても勘でしか選べない。まあ、なんとかなるかと猿アクシデントで逆に吹っ切れた俺たちは、猿を罵倒したり、好敵手として称えたりしながらぐんぐん進んでいった。すると思いのほか早く分岐にたどり着いた。右と左、どちらの道にするか。道を照らし、風景を必死に思い出して空っぽの頭をひねっていると、何か左の道にあるという A の指摘。それで左の道を調べると、なんとトンネルの狐地蔵があるではないか。来た道にはそんなものなかったはずなのに。怪現象に驚くというよりは、いかに最善の道を選ぶか必死になっていた俺たちは、来た時はなかった地蔵があるイコールその道は間違った道ではないかという考えの検証に夢中だった。その結果、俺と B と C は右の道を選ぶと主張したが、A が猛反対。
これは本体である俺を助ける地蔵の導きだと主張し、一歩も譲らなかった。こんな時にネタはやめろ。いや、本気だ。A と B の口喧嘩にひたすらおろおろする俺と C。そんなカオス手前の状況の中、右手の道から地図を持った猿が突如出現。あまりにも早い再会にも驚いたが、猿がこっちこっちというふうに見えるジェスチャーをするのは夢でも見ているのかと思うほどたまげた。突然の新展開にさらに困惑していると、A が無理やり B を左の道に引っ張っていった。俺も C もあまりにも強引な A の行動に、まさか取り憑かれているのでは？と不吉な考えが浮かんだ。A を止めようと走り寄った俺たちだったが、二人の前に来てフリーズしてしまった。A によって左の道に引き込まれかけている B が尋常じゃないくらい暴れている。血走った目はグリンと上を向き、よだれを垂らしながら歯を食いしばり。嫌だ、猿、猿の方に行かなきゃダメだ、この道は嫌だ、猿の道がいい！と気が狂ったように叫び出した。そこのボケナスノロマとボンクラデブ、止まってないで手伝え！いつもの A だ、と年中口が悪くて人を罵倒しまくる A の罵りに理性を感じ取った俺と C は、暴れる B をがっちり押さえて左の道を突き進んだ。地蔵を通り過ぎたあたりで B はおとなしくなり、しばらく放心状態に。俺たちの呼びかけにやっと反応した B は少しキョロキョロした後、突然、うひゃーと叫び、一目散に道を駆け下り始めた。突然の B の失踪に驚いた俺たちは意味もわからず B を追いかけ道を下った。結局、左の道が正しかったようで、B を捕まえたあたりで、山のふもとあたりに出ることができた。そのまま山を下ったが、その間 B は何を聞いても、うるさいうるさい、しか言わず、C が隠し持っていたうまい棒を10本ほど黙々と食べていた。それから街で夜明けを待ち、バスで帰った俺たちだったが、街でもバスでも相変わらず B はだんまりだったし、しつこく聞く俺を A がたしなめた。仕方ないので C のリュックを漁ったが、チロルチョコしか出てこなかった上に、チョコ好きの A に奪われた。なぜ A が左の道を選んだのか。なぜ B はおかしかったのか。その後、なぜ失踪したのか。物事がはっきりしないと無性にイラつく俺は、チョコにすらありつけなかった八つ当たりに C の耳を引っ張ったりした結果、C が切れて俺を殴った。そんなこんなで地元に帰った俺たちは、なんとなく気まずい感じで別れ、それぞれ帰宅した。その後も A と B が真相を明かしてくれることもなく、結局あのことはタブーになってしまうのかと無念に思っていた。しかし、その1ヶ月後ぐらいに C と遊んだ時、C が A と B それぞれ別々に聞き出した真相を教えてくれた。なぜ俺には言ってくれないのかと嘆くと、お前は口が軽いからと笑われた。お前もだろうと思ったが、そこはおとなしく聞く姿勢に入った。まず A の話だが、A はなんだか最初から地蔵に懐かしさというか、見守られている温かい感じがしていたらしい。だから全然山にもトンネルにも恐怖を感じなかったらしいが、猿が現れてからは何か嫌な感じがしていたそうだ。猿が地図を奪って消えてからも何かに見られている感じがしていたらしい。左の道に地蔵を見つけた時は、唐揚げの恩返しだなと思ったらしいのだが、間違っていても戻ればいいし、最悪夜が明けるまで待てばいいと気楽に構えていたとのこと。しかし猿が再度出現してからは、絶対に右を選んだらいかんと感じたとのこと。最初は普通に B と言い争いしていたが、猿の出現から B の目の焦点がおかしいことに気づき、こいつは見入られているのではと思い、猿から離すためにも左に引きずり込んだ次第。B が発狂後、俺らがフリーズした時が一番焦ったらしく、B だけじゃなくこいつらも見入られたんじゃ、と内心冷や汗をかいたらしい。B 失踪後、
B が俺らの後ろの何かに反応したのに気づいた A が後ろ、すなわち分岐点あたりを照らしてみると、あの猿がちょこんと座ってこちらを見ていたそうだ。ただ猿の表情は言葉では言い表せないほど醜く悪意に満ちていたらしい。続いて B の話。B は A と真逆にトンネルの時点から嫌な感じがしていたそうだ。まあ本当は山に入った時からビビっていただけだと思うが。地蔵には恐怖感が最高潮だったらしい。猿は完全にただの野生の猿と思っていたとのこと。分岐では A が正気じゃないと思い激しく反対した。そこからは少し記憶がないそうだ。それで気がついたら、俺らががっちりと自分の体を抑えて自分を見つめていたから、こいつら実は集団ゲイだったのかとビビったらしい。事態を把握しようと周囲を見回すと、俺らの後ろ、さっきまでいた分岐点の場所に、おそらく4メートルくらいの背丈もある光る目を持った化け物がこちらを見ていたので、慌てて逃げたとのこと。その後は恐ろしいやら、わけがわからないやら、俺がしつこくてうざいやらで、いつでも一人で逃げられるよう丹田に力を込め、黙って気を溜めていたらしい。これが俺が10代の頃に体験した山の不思議な出来事のすべてです。だいぶ昔の話だから少し脚色してしまっている部分もあるかもしれませんが。夜の山は人を飲み込む。人形。知り合いの話。山頂のお堂にお参りに行く途中のこと。参道にあるお地蔵様の前に可愛らしい人形が落ちていた。彼はきれいに埃を取ってあり、お地蔵様の横に並べたのだという。数時間後に降りてくると、人形はなくなっていた。前の木を見ると、ズタズタに引き裂かれた人形が木釘で打ちつけてあった。思わず悲鳴を上げて、その場から逃げ出したそうだ。人形。寒ひも。寒ひもについて。僕の母の実家は長野の山奥、信州新町ってところから奥に入っていたところなんですけど、僕がまだ小学校3、4年だったかな。その夏休みに母の実家へ遊びに行ったんですよ。そこは山と田んぼと畑しかなく、民家も数軒。交通も村営のバスが朝と夕方の2回しか通らないようなとこです。そんな何もないとこ例年だったら行かないんですが、その年に限って仲のいい友達が家族旅行でいなくて、両親について行きました。行ってはみたものの、案の定何もありません。デパートやお店に連れて行ってとねだっても、一番近いしょぼいスーパーでも車で1時間近くかかるため、父はせっかくのんびりしに来たんだから、と連れて行ってくれません。唯一救いだったのは、隣の家に僕と同い年ぐらいの男の子が遊びに来ていたことでした。あの年頃は不思議とすぐに仲良くなれるもので、僕と K 君は一緒に遊ぶようになりました。遊ぶといっても、そんな田舎でやることは冒険ごっこ、近所の探検ぐらいしかありません。1週間の予定で行って、確か3日目の夕方くらいだったと思います。午後3時を過ぎて日が落ち始める頃、夏とはいえ西に山を背負っていることもあるのでしょうか、田舎の日暮れっていうのは早いもんです。僕と K は
今まで入ったことのない山に入って行ってみました。はじめは人の通るような道を登っていたのですが、気がつくと獣道のような細い道に入っていました。あれ、なんだろう。K が指さす方を見ると、石碑のようなものが立っていました。里で見る道祖神のような感じで、50センチぐらいだったでしょうか。だいぶ雨風にさらされた感じで、苔むしていました。僕と K はよく見ようと、手や落ちていた枝で、泥や苔を取り除いてみました。やはり道祖神のような感じでしたが、何か感じが違いました。普通の道祖神って、男女二人が仲良く寄り添って彫ってあるものですよね。でもその石碑は、四人の人物が立ったまま絡み合い、顔は苦悶の表情。そんな感じでした。僕と K は薄気味悪くなり、行こうと立ち上がりました。辺りもだいぶ薄暗く、僕は早く帰りたくなっていました。なんかある。僕が K の手を引いて歩き出そうとすると、K が石碑の足元に何かあるのを見つけました。古びた4センチ四方くらいの木の箱です。半分地中に埋まって、斜め半分が出ていました。なんだろう。僕は嫌な感じがしたのですが、K は構わずに木の箱を掘り出してしまいました。掘り出した木の箱はこれまた古く、あちこち腐ってボロボロになっていました。表面には何か布のようなものを巻いた跡があり、墨か何かで文字が書いてありました。当然読めはしませんでしたが、何かお経のような難しい漢字がいっぱい書いてありました。なんか入ってる。K は箱の壊れた部分から何かが覗いているのを見つけると、引っ張り出してみました。なんて言うんですかね。ビロードって言うんでしょうか。黒くてツヤツヤとした縄紐みたいなもので言われた腕輪のようなものでした。直径10センチくらいだったかな。輪になっていて、5箇所を石のようなもので留められていました。石のようなものはまん丸で、そこにもわけのわからん漢字が彫り付けてありました。それはとても土の中に埋まっていたとは思えないほど、つやつやと光っていて、気味悪いながらもとてもきれいに見えました。これ、俺が先に見つけたから、俺んの。K はそう言うと、その腕輪をなんと腕にはめようとしました。やめなよ。僕はとても嫌な感じがして、半泣きになりながら止めたのですが、K はやめようとはしませんでした。K が腕輪をはめた瞬間に、奇妙な鳥、猿、妙な鳴き声がし、山の中にこだましました。気がつくと、辺りは真っ暗で、僕と K は気味悪くなり、慌てて飛んで帰りました。家の近くまで来ると、僕と K は手を振ってそれぞれの家に入っていきました。もうその時には、気味の悪い腕輪のことなどを忘れていたのですが、電話が鳴ったのは夜も遅くでした。10時を過ぎても、まだだらだらと起きていると、母に早く寝なさいと叱られている。その時、けたたましく昔ながらの黒電話が鳴り響きました。誰や、こんな夜更けに。じいちゃんがブツブツ言いながら電話に出ました。電話の相手はどうやら K の父ちゃんのようでした。傍から見てても、晩酌で赤く染まったじいちゃんの顔がさーっと青ざめていくのが分かりました。電話を切った後、じいちゃんがえらい勢いで寝転がっている僕のところに飛んできました。僕を無理やり起こすと、おい、お前今日どこ行きよった？裏行きよったんか？
山登りよったんか。じいちゃんの剣幕にびっくりしながらも、僕は今日会ったことを話しました。騒ぎを聞きつけて、台所や風呂から飛んできた母とばあちゃんも話を聞くと真っ青になっていました。ああ、まさか。かもしれん。迷信じゃなかったの？僕は何が何だかわからず、ただ呆然としていました。父もよくわけのわからない様子でしたが、じいちゃん、ばあちゃん、母の様子に聞くに聞けないようでした。とりあえず、僕とじいちゃん、ばあちゃんで、隣の K の家に行くことになりました。じいちゃんは出かける前にどこかに電話をしていました。何かあってはと、父も行こうとしましたが、母と一緒に留守番になりました。K の家に入ると、今まで嗅いだことのない嫌な匂いがしました。埃っぽいような、酸っぱいような。今思うと、あれが刺繍というやつなんでしょうか。おい、K、しっかりしろ！奥の今からは、K の父の怒鳴り声が聞こえていました。じいちゃんは断りもせずに、ずかずかと K の家に入っていきました。ばあちゃんと僕も続きました。今に入ると、さらにあの匂いが強くなりました。そこに K が横たわっていました。そしてその脇で、K の父ちゃん、母ちゃん、ばあちゃんが必死に何かをしていました。K は意識があるのかないのか、目は開けていましたが、焦点が定まらず、口は半開きで、泡で白っぽいよだれをだらだらと垂らしていました。よくよく見ると、みんなは K の右腕から何かを外そうとしているようでした。それは紛れもなく、あの腕輪でした。が、さっき見た時とは様子が違っていました。綺麗な紐はほどけて、よく見るとほどけた一本一本が、K の腕に刺さっているようでした。K の手は腕輪から先が黒くなっていました。その黒いのは見ていると動いているようで、まるで腕輪から刺さった糸が K の手の中で動いているようでした。かん紐じゃ。じいちゃんは大きな声で叫ぶと、何を思ったのか K の家の台所に走っていきました。僕は K の手から目が離せません。まるで皮膚の下で無数の虫が這い回っているようでした。すぐにじいちゃんが戻ってきました。なんと手には柳刃包丁を持っていました。何するんですか？止めようとする K の父ちゃん、母ちゃんを振り払って、じいちゃんは K のばあちゃんに叫びました。腕はもうダメじゃ。まだ頭まではいっちょらん。K のばあちゃんは泣きながらうなずきました。じいちゃんは少し躊躇した後、包丁を K の腕に突き立てました。悲鳴を上げたのは K の両親だけで、K は何の反応も示しませんでした。あの光景を僕は忘れられません。K の腕からは血が一滴も出ませんでした。代わりに、無数の髪の毛がゾワゾワと傷口から外にこぼれ出してきました。もう手の中の黒いものも動いていませんでした。しばらくすると、近くといってもかなり遠いお寺から坊様が駆けつけてきました。じいちゃんが電話したのはこの寺のようでした。坊様は、K を寝室に移すと、一晩中読経をあげていました。僕も K の前に読経をあげてもらい、その日は家に帰って眠れない夜を過ごしました。次の日、K は顔も見せずに、朝早くから両親と一緒に帰っていきました。地元の大きな病院に行くとのことでした。じいちゃんが言うには、
腕はもうダメだということでした。頭まで行かずによかったと何度も言っていました。僕は缶紐についてじいちゃんに聞いてみましたが、教えてはくれませんでした。ただ、髪の毛かぶる、藻に服すの藻と書いて缶紐と読むこと、あの道祖神はアシュラのアと苦しむで悪という名前だということだけはばあちゃんから教えてもらいました。古くから伝わるまじないのようなものなんでしょうか。それ以来、じいちゃんたちに会っても聞くに聞けずじまいです。誰か似たようなものをご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけるとありがたいです。あれが頭まで行っていたらどうなるのか。以上が僕が缶紐について知っているすべてです。失礼しました。後日談。僕も改めて気になり、この土日で母の実家まで行って自分なりに調べてみました。残念ながら、じいちゃんはすでに亡くなっているので、文献とばあちゃんの話からの推測の域を出ませんが、この年になって久しぶりに辞書を片手に頑張ってしまいました。結論から言うと、どうやら缶紐はまじない系のようです。それも、あんまり良くない系統の。昔、まだ村が集落だけで生活していて、他との関わりがあまりない頃です。僕はあまり歴史とかに明るくないので、何時代とかはわかりませんでした。その頃は、集落内での婚姻が主だったようで、やはり血が濃くなるということがあったようです。よく聞くように、血が濃くなると、障害を持った子供が生まれてくることが多くありました。今のように科学や医学が発達していない時代、そのような子たちは、災いの子と書いて、マガゴと呼ばれて、いまれていたそうです。そして、マガゴを産んだ女性も、災いの女と書いて、マガツメと呼ばれていました。しかし、やはり昔のことで、マガゴが生まれても、生まれてすぐにはわからずに、ある程度成長してから、マガゴとわかる例が多かったそうです。そういう子たちは、その気候から、やはりキツネツキなど、マガマガしいものと考えられていました。そして、その親子ともども、集落内に災いを呼ぶとして殺されたそうです。しかも、その殺され方が、マガツメに、我が子をその手で殺させ、さらにそのマガツメも、とてもひどい方法で殺すという嫌な内容でした。あまり詳しいことはわかりませんでしたが、伝わっていないということは、よほどひどい内容だったのではないでしょうか。しかし、マガツメは、殺された後も集落に災いを及ぼすと考えられました。そこで、例の缶紐の登場です。缶紐は前にも言ったように、髪の毛かぶる藻に服すの藻で、缶紐と書きます。つまり、髪の毛のまじないで、藻、良くないこと、災いをかぶせるということです。どうやら、マガツメの髪の束を使い、マガゴの骨で作った玉で留め、特殊なまじないにしたそうです。そしてそれを隣の村、といっても当時はかなり離れていて交流はあまりなかったようですが、の地に埋めて災いを他の村にかぶせようとしたのです。腕輪の形状をしていたものの、もともとはそういった呪詛的な意味の方が大きかったようです。また今回のものは腕輪でしたが、首輪などいろいろな形状があるようです。
しかし呪いには必ず呪い返しがつきものです。仕掛けられた缶紐に気がつくと、掘り返してこちらの村に仕掛け返したそうです。それを防ぐために生まれたのが、老祖神悪です。村人は埋められた缶紐に気づくと、その上に悪を置いて封じました。悪は、本来は、枷に苦しむと書いて、悪と呼ばれており、石碑に刻まれた人物に苦を課すことにより、村に再び災いが舞い戻ってくるのを防ごうと考えたのではないでしょうか。そして、その隣の村への道がちょうど裏山から続いていたそうです。時の流れの中で、缶紐は汚れを失って風化していったようですが、例の缶紐はまだ効力が残っていたものなのでしょうか。僕の調べた範囲で分かったのはこのくらいです。また、詳しい方などいましたらご教授願います。最後に、ばあちゃんに気になっていたものの、聞けなかった K のその後を聞きました。K はあれから地元の大きな病院に連れて行かれました。坊様の力か、その頃には腕に入っていた髪の毛は一本も残ってなく、刃物の切り口と中身がスカスカの腕の皮だけになっていたそうです。なんとか一命は取り留めたものの、K は一生寝たきりとなってしまいました。医者の話では、脳に細かい髪の細さほどの無数の穴が開いていたと。皆さんも缶紐を見つけても、決して腕にはめたりなさいませんよ。缶紐。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。